さん、例の魔物は退治しましたよ。すごいよライザ、やっぱりライザに頼んで正解だったわ。ちょっと大変でしたけどね。無茶言っちゃってごめんね。でも少しでも早く退治したかったのよ。頼んできた時のロミーさん真剣だったから。うん、まあ最初に言った通りさ、肉体的な怪我は大したことはないんだよ。けど行商人にとって苦労して仕入れた商品が売れる前に破損するのって本当に大変なことなの。確か命に関わるって言ってましたっけ。全財産を一瞬にして失うんだよ。死んだも同然の気持ちになるのは当然でしょう。私も駆け出しの頃に一回経験したことあるんだけど、今でも夢に見るくらいのトラウマだよ。本当に心折れかけて死ぬしかないとか、こんな商売やめてやるって本気で思ったっけ。まあもう何年も前の話だけどね。そんなことがあったのにどうしてやめないで続けようと思ったんですか。あ、そりゃもうほら、すごく楽しいのよね行商人って。本当大好きな仕事なのよ。